日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。で、私が住んでいる和歌山県の中華そばと桃、荒川の桃を知れた桃もこというスイーツがあったので買って食べてみたいと思います。あと他にもいろいろあったんですけど、残念ながら私が行った時はなんかお店に売り切れてたり、ちょっと苦手な大根おろしが入っていたりしたので、今回はこの2つです。またそれらも機械羽根を食べてみたいと思います。あとこの白バラクリコーヒーを使ったクリームデニッシュというスイーツ、そして七色のなんかちょっと待ってくださいね、レッドとカラペーニョという辛そうな新味も出てきたので買ってきました。ではまずラーメンは準備に手間がかかるので、その間咀嚼できるように七チキから食べていきたいと思います。わわ、これが確かレッドだって店員さんも言ってましたね。名前通り若干赤みがかってます。辛いんだろうな。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。地元が広がっていくって嬉しいことだと思うわねよ。まあ関西地区限定商品なんだけどね。それでも広まっていくのはやっぱり嬉しいです。まあだからといってひいきはしませんが、中華そばはやっぱりあっさりとしてるけど、ファミリーマートのものとは違って結構深みがあるような味わいになってますね。少し踏み込んだといった印象です。で、チキンはあら意外とこちらの方がなんですね。で、桃もこいにくいは甘さがじゅわっと広がってきて本当に美味しいです。どういう風に食べていこうかな。これからも今後は全国に広がってほしいですね。これごちそうさまでした。まず最初に食べた2種類の七チキですが、レッドは予想通り辛かったですけど、カラペーニョは予想とは裏腹にそこまでああっていうような辛さはなかったですね。むしろピーマンに近い青さを感じました。なのでそこまで辛いのは得意じゃないという場合でも食べられると思います。反対に辛さを求めて買うとちょっとがっかりされるかもしれないですね。で、次に食べたこちらの和歌山中華そば、さっぱりとした中華スープ、スープがもっちりとした麺に絡んで美味しかったです。前にセブンイレブンのやつはじゃなくてファミリーマートのやつだ。今食べたのセブンイレブンなんで、なんで前に食べたことしてるんだ。前にファミリーマートの中華そばは食べたことあるんですけど、似てるようでちょっと違うような印象です。で、その次に食べたこちらの白バラコーヒー塩クリームデニッシュは、クリームは結構もったりとした弾力のあるもので、どちらかといえばホイップよりもカスタードに近い食感も楽しめるクリームでした。ただコーヒーの味はちょっと弱めだったかな。そして最後に食べたこちらのモモモコ、酔いにくい名前、モモモコ、ピーチモコとかにして欲しかったかも。まあモモモコの方が日本らしいっちゃらしいんですけど、噛んだ瞬間に桃の甘さがブワーッと口の中に広がってきて、後からレアチーズクリームらしきもののクリームのさっぱりとした味わい、酸味が見事に調和して口の中をさっぱりとさせてくれました。ただ開けた瞬間に生地がちぎれてきたのは少々焦りましたけどね、落とさなくてよかった。というわけでもう自分は和歌山県在住だから忖度するわけではないのですが、もう純粋に味という面で見た場合は、最後に食べた荒川の桃もこが甘酸っぱさがしっかり口の中に広がってきて、それで しつこくない優しさが感じられる一番美味しい商品でしたので、今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。